こと抱きしめた四季の憎しみの谷。ひどい、全滅だ。この様子じゃおそらく生き残っておる者はおらんだろう。カングライトの偵察隊にはここと、ここと、ここで接触しました。我々も昨日敵の正体と接触して戦士1名を出しております。うん、高木大佐、この数日敵との遭遇回数が増えています。敵が我々の行動を察知してコマンドベースへの攻撃を強化しているのではないかと思われます。そうかもしれんな。いよいよ敵の主力と激突か。腕が鳴るな。頑張らなきゃね。ああ、ドリル戦法の中央突破で敵をバラバラにしてやるぜ。なんだ。 E12 偵察隊から緊急連絡です。ポイントゼロにテラノイドの大部隊を見つけました。タングライトの大編隊が見えます。その数およそ1000。ポイントゼロといえばここだな。現在位置から約20キロ。よし、やろう。敵の基地へ先制攻撃をかけるんだ。混乱させたところで主力を突入させる。今は戦うべきじゃない。何？私も同感だ。我々にはイデリア大陸に潜むゼラーを叩く大目的がある。そんなことは分かってるさ。しかし敵を叩き潰さないでどうやってイデリア大陸に行くんだ。戦うなとは言ってない。問題は決戦の時と場所を選ぶことだ。戦略的に重要な作戦以外は貴重な戦力を無駄に消耗すべきではない。しかし、それに今戦うには無理が多すぎる。どこがだ。まず我々が奇襲をかけるのは不可能だ。ポイントゼロといえばパンパスのほぼ中央だ。敵に接近する前に確実にこちらが見つかってしまうだろう。それに敵の数が多すぎる。ゲリラ戦法が使えない以上正攻法でぶつかっては勝ち目はない。ヘンリー、君の意見はどうだ。私はスタンレーに賛成です。我々はまだ敵に関するデータが不足しています。もっと敵の戦法や弱点を研究しませんと。大佐は、敵は油断してるんですよ。先制攻撃をかければきっと成功します。出撃命令を出してください。先手必勝とは限らん。冷静になれ。俺は冷静さ。もうやめろ二人とも。コマンドベースは最初の目的通りイデリア大陸へ向かう。マサト待って。マサトの言う通り、今は敵を叩くいいチャンスだと思うわ。でも本来の任務を遂行するんだって重要でしょ。君も見てきたろ。俺は今まで数限りなく地獄を見てきた。それを一日も早く終わらせたい。分かってるわマサト、私だって。でもだからといってチャンスを待つのよ。敵3機急速接近中。このままの進路ですと接触します。よし、撃ち落とせ。待ってください大佐。どうして敵を呼び寄せるようなことをするんですか。呼び寄せる。無駄な戦いは避けるはずだったんでは。一刻も早くイデリア大陸へ向かうべきです。放っておけばまた犠牲者が出ます。迎撃しましょう。いや、進路を変えろ。え？アルト渓谷だ。ここはまだカングライトの被害を受けていませんね。食料と水の補給ができそうだな。あの森の近くに着陸しよう。わかりました。
ムフラージュ作業にかかれ。ヘンリー、西と南の山頂、それと東の峠にアーマー隊を派遣してくれ。わかりました。レーダー監視隊出動。はっ。発進します。空気が美味しいわ。ああ、誰だそこにいるのは。まあかわいい。出てらっしゃい、集合。ねえ、お兄ちゃんたちドルバックだろ。あら、知ってるの坊やん。あー、すげえ、本物だ。ほんとだ、ドルバックだ。私テレビのニュースで見た。ハングライトをやっつけたんだぜ。俺ドルバック大好き。私も。そうか、で、どんなところが。だって強いじゃん。それにかっこいいしね。確かにそれは言えてるな。ねえ、ドルバックのもう一人のお兄さんは。ほっとけ、あんなやつ。どうして。あ、それ。うわぁ、すげぇ。あら、誰か来るわよ、マサト。あ、村長さんの車だよ。村長。おお、それではまだ一度も攻撃されたことはないんですか。こんな山の中の小さな村じゃからの、敵も襲ってこんのじゃろう。それは幸運でしたな。それでも昼間は危険なので、朝や夕方の安全な時を見計らって働くようにしています。そうでしたか。我々も一日も早く平和が戻るよう頑張りましょう。頼みますぞ。ご希望の食料の方は夕暮れからこちらに運ばせます。ありがたい、助かります。感謝しますよ、村長さん。なんの、わしもあと20も若ければ一緒に銃を持って戦いに参加しましたもの。OK。 マサト。ああ、ルイさん。こんなところで何をしていたの。マサトさんに星座の名前を教えてもらっていたんですよ。へえ、マサトって見かけによらずロマンチストなのね。マサトさん、ひょっとして僕お邪魔なんじゃない。バカ、気を回すなよ。私はキャンプに行った時のことを思い出すな。おまきばは緑、草の海、風が吹く。おまきばは緑、よく茂ったものだ。はい、雪が溶けて川となって山奥が広がる。すごい霧だな、ボブ。山間部には珍しくありませんよ。日が高く昇る頃には晴れるでしょう。しかしこの霧は敵から我々をカムフラージュするにはかえって好都合かもしれんぞ。必要物資の積み込みを急がせましょう。ドルバックのお兄ちゃん。やあ、君たちか。おはよう。皆さん、おはようございます。私たちと肌の色が違うわ。イデリア人よ。このお姉ちゃんとも友達になったんだよ。なんですって。いけません、さあ帰るのよ。イデリア人は表に出ない方がいいな。おい、マサト、なんだ。ちょっとそこまで付き合ってもらおうか。今は手が離せん。後にしてくれ。よかろう。
今のパンチはアロマの分だ。これからが俺のパンチだぜ。面白い。来いマサト、お前のパンチとやらを見せてみろ。遠慮しないぜスタンレー。何かしらこれは。どうぞ。どうかしたのアロマ、顔色が悪いわよ。何でもないわ。ところでマサトとスタンレーどこにいるか知らない？ちょっと心配なのあの二人。森の外れに行ったわ、二人して。そう、悪いけど案内してくれない？え、いいわ。もう霧もすっかり晴れたわね。地球で生活していく以上、地球人の気持ちを知っていた方がいいんだ。それなら物の言い方気をつけろ。やったな。どうだ。まだまだ。高木大佐。どうした。マサトとスタンレーが殴り合いをしています。まずいな、仲間内で。気の済むまでやらせておけ。え、吹き上げる感情は無理に抑えん方がいい。はあ。なんであの二人ことごとく張り合うのかしらね。結局仲がいいんじゃないかしら。お前も強情だな。降参するなら今だぞ。そりゃこっちの言うセリフだ。マサト、スタンレー。 あそこだわ。マサト。やめてマサト。話せ。大丈夫スタンレー、私のことが原因で喧嘩に。いや、男同士の問題さ。それよりさっき君に言ったこと、別に悪気はなかったんだ。気にせんでくれ。分かってるわ。いって、もっと優しく扱ってくれよルイ。少しは我慢しなさい、男でしょ。でも散々殴り合ってもう気が済んだでしょマサト。まだまだ、スタンレーが悪かったって言うまでやってやるぞ。まあ、お願いだからやめて。でもあいつなかなかいいパンチ持ってるな。見直したぜ。いて、オーバーね、マサトったら。見ろよルイ、あの二人なんとなくいいムードだぜ。よしなさいよマサト。男がデレデレしてんのは見られたもんじゃないぜ。なルイ、嫌に気にするじゃない。ひょっとしてマサト好きなんじゃないの、アロマのこと。よせよルイ、急に何言うんだよバカ。何焦ってんの。別に。ねえどうなのマサト。さあな、ご想像にお任せします。うん、とぼけて。いで あれは何スタンレー。アポロ帳だ。残念だな、ネットがあればコレクションが増えたのに。まあそう、超集めてるの。ミサイルだ。アロマたちがいる方角よ。行こう。
いかん、こっちへ来る。マサト、足が。すげえ、本物のコンバットキャリバーだ。かっこいいな。何してんのお前たち、早く地下室に隠れるんだよ。だいぶ村から離れたな。本当に申し上げにくいんじゃが、村の者たちが不安がりましてな。ドルバク隊が行くところ必ずや戦いに巻き込まれてしまうと言うて。我々は地球連邦軍の中核となって戦っているんですよ。もっと協力してくれても。もういいマサト、やめろ。どうします、食料は予定の半分しか積み込んでいませんが。やむをえんだろう。今までのご協力感謝します。我々は準備が済み次第出発しますから。おお、そうしてくださるか。身勝手な頼みと恨まんでくだされ。村の集会で決まったことでな。ではわしらはこれで。ボブ、聞いた通りだ。全員に出発準備を急ぐように伝えてくれ。はい。大佐、マサトか。俺は納得できません。この村を戦場にする権利は我々にはないぞ。でも自分たちさえ安全ならそれでいいなんて。マサト、お前が死んだとして誰かお前のために悲しい者がいるか。ただ戦うばかりが勇気ではない。愛する者や家族を守るためこらえることも同じぐらい勇気のいることだ。Thank you.
リの美術館で肖像画のジャンヌを見たのはピエールがまだ元気だった頃だ。ジャンヌはある日黙ってピエールの前から姿を消したという。あの時のピエールの寂しそうな横顔が今でも目に浮かぶ。ところがそのジャンヌに俺たちは意外な場所で出会った。次回、特捜騎兵ドルバック、肖像画のジャンヌ、期待してくれよな。夢見る戦士、心静かに眠るがいいさ、今はその時。